昨日夕方金沢競馬でレースの途中に照明が消えるトラブルがあり機手3人が落馬2人が病院に運ばれました昨日ここ金沢競馬場で前代未聞のアクシデントが発生しました県競馬事業局によりますと昨日金沢競馬で11頭が参加した午後5時10分発送の第8レースで照明が消えるトラブルがあり 機首3人が落馬、2人が病院に運ばれました。命に別状はないということです。照明が消える時間を午後7時10分に設定しなければいけないところ、誤って午後5時10分に設定した人為的ミスが原因で、昨日の残りのレースは中止となりました。このトラブルにより、第8レースと その後の第9・第1レースが中止となり、合わせて1億円以上が全額払い戻しとなりました。照明が消えていた時間は1分弱ほどだったということです。明かりがついたときに馬1頭が動けない状態だったということで、関係者の判断により安楽死の措置が取られました。馬がちょうど向こうに見たぐらいにバジャンと落ちちゃうんですよ。あの電気がバシャッと。 ソールは真っ暗周りの人どういうふうな反応だったんですかいやーええー、って感じやわね最初雷がピカッてやってあのなんていうのブレーカーをしたんかなと思ってたんですでもなんかあの答えはなんかタイマーがセットミスだってそもそもタイマーでセットするっておかしいよね普通は確認してから切るもんだよね金沢競馬の管理がずさんだっていうことだけなんですよ こんな競馬場で他の競馬場でそんなことあったじゃん聞いたことないですからね。騎手の方々は命がけで馬に乗っておられると政治に関わる話であるというご指摘を受けましたので非常にあってはならないことでございましてファンと関係者の皆様には心からお詫びを申し上げたいと考えております。県競馬事業局はトラブルの原因が特定できたことから今日は予定通りレースを開催しました。 再発防止策として、今後はタイマーを利用せず、複数人で確認をしたうえで、照明を切るようにするということです。